おはようございます。ルミナスタジオバーチャルクリエイターテルナリコヨです。前回の、豊平峡ダムでもね、申し上げました通り、今回向かわせていただきますのは、秋の、アニバーサリー遠征企画でございます、ね、毎年恒例ですね。で、そして車に乗っているということは毎度おなじみ超アドリブ北海道が待っておりますね。今回はどこに行くのかというと、昨年は、かなり遠い418キロの、道のりを行った知床半島だったんですけども、今回は、意外に近いです。登別温泉へ向かわせていただきます。はい、では給油も済ませましたんでね、早速登別へレッツゴーいたしましょう。登別の道のりなんですけども、簡単です。この国道36号線をでーってまっすぐ行くだけで済みます。本当にそれだけです。ただ、本当は高速道路を使うっていうのも考えたんですけども、高速で行くと、たったの1時間半ぐらい過ぎちゃうんで、それじゃあ味気ないっていうことなので、風景がいろいろ様変わりする、一般道、36号線を、進むことにいたしました。まあ、高速で行った方が結構時間にゆとりができるんですけどもね。まあでも、こういうコンテンツを作るのもね、ほら、車載動画ってさ、そこそこ受けると思うんですよ。はい、北広島に到着でございます。まあ、札幌の隣なんでね、ただ走るだけで済みますけどもね。はい、そしてまたやってきました。ダークソウル風テルップでございます。ね、いつものことでございます。ね、アイヌ語源の地域だとかって、やたらと、ね、道民でも読めないようなネーミングがいっぱいありますから、ね、ちょっとソウルっぽくなります。で、こちらなんですけどもね、ほら、以前、でーってまっすぐ行くだけでっていう風に言ったところなんだけどね。これは、さっき言ったか。さっき言ったな。ここで言えばよかったな。まあいいや。こちらの36号線の通りはね、工業団地なので、こちらを抜けていきましょう。さあ、恵庭に入る前に到着いたしました。旧島松駅停所前でございます。ね、この右隣側にあるんですよ。ね、島松駅停所といえば、ルミナスタジオ、北広島市とコラボレーションをした時に、島松駅停所前を収録させていただきました。あれはキャンプ動画の、一環として、撮ったものなんですけどもね。ね、まだ見てない方は、ぜひご覧いただければと思います。そして、こちらを過ぎると、恵庭市に到着いたします。恵庭ね、なんだっけ、恵庭渓谷だったっけに行った時に、まあ、取りやすかったんですけどもね、恵庭市、まだまだわからないとこたくさんあるんで、もっといろいろ見てみたいところです。さあ、札幌ビール園のところをね、左に曲がって、まだまだ国道36号線は続いていきます。で、この後待ってるのは、千歳市でございます。千歳はね、皆さんご存知の通り、新千歳空港がある町でございますね。それだけじゃなくてね、千歳市って、実はルミナスタジオ、ルミナスダイアリーシリーズがね、最も訪れる回数の多い町でもあるんです。まあ、町っていうよりは、もうほとんど支笏湖周辺ですけどもね。大体支笏湖周辺です。まあでも、一番多いんですよ。意外に千歳って近いんですね。3、2、声が入っちゃってるよ。大丈夫かおい。まあそれはともかく、このままね、道沿いに、まあ国道をまっすぐ進んでいくと、新千歳空港の入り口に着くわけですね。そしてこちら南千歳でございます。隣 JR の駅なんですけど
ですよね。で、途中で、道分かれてるんですけども、そちらに入っていくと新千歳空港に行くことができます。車で、ね、行ったりとかする方もね、結構この空港を使うと思うんで、ね、ぜひとも、なんだ?さあ、南千歳を過ぎますと次は苫小牧がやってきます。まあ、苫小牧つってもね、もう本当に外苑に相当する部分なんでね、本当になんもないですけどもね。苫小牧はね、もーっと奥に行くとようやく市街地が見えてくるっていう感じです。だいたいね、この辺り左手側に行くとね、あと工業地帯、まあ工業団地みたいなものがあるんですけども、入ってるところそんな多くなくてね、なんもないんです。本当になんもない。で、さらにね、このまままっすぐ行きますとね、元旦にやった超アドリブ北海道覚えていらっしゃいますでしょうか。で、そちらに、ね、到着いたします。元旦に行った場所って、実は、名前はウトナイ湖っていうところなんですね。で、道の駅が併設されております。こちら、道の駅ウトナイ湖でございます。一旦ここで休憩いたしましょう。だいたいここで中間地点ぐらいなんでね。はい。ねえ、昼間ですからね、空いてます。まずはちょっとこちらに立ち寄りましょう。さあ、ウトナイ湖というと、実はラムサール条約に指定されている、ちょっと浅めな沼地に相当、みたいなもんなんですけども、こちらね、鳥獣保護地でもありまして、結構ね、バードウォッチングが盛んな湖でもあるんですよ。ね、ちょっとここでね、ちゃんと消毒をして、で、まっすぐ行くと、このウトナイ湖なんですが、この右手側に、なんと、実は展望台があるんです。ここ、俺一度も入ったことないんですけどもね。一旦ちょっとここ登ってみましょう。どういう風に見えるんだろう。3階の展望台から、おー。こうやって見ると広いね。まあ、これまで見てきた、洞爺湖ですとか、支笏湖とかは比にならないんですけども。でも、こうやって見るといい景色なんじゃないですかね。あの奥が、工業地帯です。そして iPhone 11の 13mm 超広角で撮るとね、こんなに広い映像が映るんです、写真になるんです。そしてズームをかけるとね、新千歳に降りる飛行機もよく見えます。いいね。そして、ね、そのまま奥に進んでいくと、浅瀬じゃない。湖畔にたどり着くわけ。おー。あれ、白鳥っすかね?いるね。いるね。初めて見たわ、ここで。はい。白鳥も、ね、ここで、ね、飯っていうか草を食いまくってます。はい。では、ブレイクタイム終了でございます。ね、そのまま、36号線に再び戻って、登別温泉街へ、さらに進んで前進をしていきましょう。いやーね、ここで大体1時間半ぐらいかかってんのかな。まあ、それでも1時間半ぐらいだからね。だから知床に行ってね、感覚狂ってんじゃないかなって思うんだよ。うん。